今週も始まりましたキャラメルチケットインフォメーション、イエーイ。本日が、2月10日火曜日、はい、ただいまの時間が午後3時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の岩本香里です。よろしくお願いします。なんか久々というか岩本さんは初めての場所じゃないですか。ここはキャラメルショップ、昔キャラメルショップがあった、今はミーティングスペースと呼ばれているところで、はい、昔はずっとここでやってたんですよ。あ、見たことあります、 YouTube で。あ、ある？昔の、はい、YouTube もこの時やってましたっけ。あ、やってたんだ。そうか、そう、それからもうしばらくずっと会議室やるようになって、今日なぜここに来たかと言いますと、はい、ただ単純に会議室が埋まってただけで。そうですねそうなんですよ。だから久々に来るとなかなかね、不思議な絵で、ね、そうですね、物が溢れ返ってますけども、なんか映っちゃいけないものがあるかもしれないですけど、そういう場合はまあ見てみなかったふりをしてください。はい、お願いします今日はですね、はい、まあまあ初めに言えばいいか、あのこちらじゃん、はい、キャラメルボックス30th ボリューム1クロノス・ジョーンズ&の伝説、こちらクロノスとパスファインダーという作品を、上演するんですが、はい、じゃ先に日程からお伝えします。日程が大阪公演が2月21日土曜日から25日水曜日まで、サンケイホールブリーゼル、東京公演が3月6日金曜日から22日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと、はい、この作品の第1回目の投資が先ほど終わりまして、はい、クロノスですね。こちらクロノスの、はい、でもう一つパスファインダーの投資がこの後あると、はい、いうことですね。そういうわけで、だから僕このジャージに、これなんて言えばいいの、首巻きというかネックウォーマー。そうね、ネックウォーマーっていいよね。そうですね。どうしてもなんかね、なんかベビーカーも乳母車って言ったりとかね。なんか和風な感じで。和風になっちゃうよね、なんか。それはいいじゃないですか。そう。なんかこの間もふと思ったのがね、ブーケって分かんなかった意味が。ああ。花束でしょ、要するに、ね、そうですね。花束って言えばいいのさ、ブーケってさ、なんだろうなと思って、なんかこう輪っかになってるやつなのかなと思って。ああ、でリースとか。これはリースじゃないですかね。ですよね。あんな、なんかおむつも締めて痛くなっちゃうさ、なんかさ、なんかそう。おむつを締めて日本語じゃないですか。え、あれじゃあ英語はないの？あれはなんかある？おむつとか。あ、ちょっとわかんないですけど。わかんのかな。そのおしめも日本語だと思うんですけど。でも今おしめでってないよね。髪おしめって言わないよね。あ、なんだろうね、おしめってね。昔はね、こういうのわかんないことだったら、じゃあ来週までに調べておいてくださいって振ってたんだけど、じゃあ調べてもらおうかな。はい、おむつとおしめの。おむつとおしめの違いを。来週までにじゃあ調べて、はい、調べてきます。違う、そんなこと言いたかったわけじゃない。なんだっけ、クロノスね。投資を。投資稽古を今やってきたんですけれども、はい、見られました？見ました。ちょっと一番前でまた。どうでしたか？初クロノス、初生クロノス。おお、どうでしたか。おお、ワクワクしちゃいます。ワクワクした、いいですねしちゃいますね。やっぱ生で見るとまたちょっとね、全然違いますね。うん、そう、過去の映像で見たことがある。あ、映像では見たことあります、ね、僕も10年ぶりに久々になんかやってるけど、なんか楽しい作品だなって思いますよ。そうですね、うん、僕もなんか一応お客さんみたいな時になるから。そうなんですよね、うん、形でじーっと見てる時、セリフはないけどね。一番お客さんに近い感じは。そうね、まあ、見ててもそんな感じがします。そう、この主人公の杉原和彦という、めちゃめちゃドアップですけどこの人が語る話を一番間近で聞いて、なんで一番当たり前なリアクションといったらあれですけど、うん、分かりやすいリアクションするみたいな話になってるんでね。そうそうそう、だから近くで、一番近くで見るお客さんで言えばいいのかな。そうですね、そういう意味合いでやれたらいいなとは思ってますよ。そう、初演の時も言われました、真柴さんに。お前が舞台と客席の間にいる人間なんだから、うんうん、ちゃんとその感情を表せしろ、表せと。なるほど。そう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 、そうなってました。僕と私は感じましたけどね僕なんか真ん中の杉原の物語に集中しがちなんですけど、うん、こう周りをこう見ると、うん、ね、地味にちゃんとこう反応してたりとか。地味に？地味なんて言ったらいいですか？子供の嫌です。子供の嫌ですよ。まあ地味だよね。それはしょうがないよな。子供の嫌です。あんだけ一生懸命やったのにな。猫でも反応が見えたりとかで、それはなんか、あ、同じ反応するというか、同じ気持ちというか。よかったよかった、邪魔になってなかった。全然大丈夫です。大丈夫でした、
あのあれですよ、その10年間、うん、年がなんか今の年相応の年というか、あ、僕がね、そうです、そう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 、10年前は10年前の年だったけど今は今の年でやってるから、なんかそうそうそう、それはなんかこう前回との大きな違いというか、ね、うん、そう、多分もうなべさんもね、僕にはもう若いやから無理なんだろうな。そんな落ち着いちゃったから、落ち着いちゃったからなっつってでもね、今回のトークフォト、はい、かなんかで写真がね、そうです、やたら写真写りがいいんですよ、僕ぜひ見ていただきね、え、なべさんがこんな人いないけど大丈夫無修正ですかね。そう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 、修正なし、フォトショップとかなしですから、ね、まんま撮ったまんまです。本当に撮ったまんまです。そうそうそう、どうぞご期待ください、よろしくお願いしますというわけで、あの、はい、出席情報まで言ってなかったんですけど、今大阪公演はどんな状況でしょうか。はい、大阪公演もですね、はい、あの前回22日のパスファインダーがですね、うん、あのキャンセル待ちとなっているという、ね、お伝えしたかと思うんですけど、はい、こちらも相変わらずキャンセル待ちですので、はい、ご予約お早めにお願いいたします。はい、はい、やはり平日ですね、平日お昼間の会がまだまだいいお席が準備できますので、うん、ぜひぜひあのお越しください。うん、はい、分かりました。じゃあ東京公演はどうですか。はい、東京公演はですね、土日のが結構、うん、なかなかに埋まってきておりまして、ほほほ、はい、14日15日もなかなかに埋まってはいるんですが、うん、日曜日の夜はですね、まだまだあのいいお席準備できますので、土日のみの方はぜひこちらおすすめでございます。はい、はい、こちらの方よろしくお願いします。平日はまだまだ大丈夫。はい、大丈夫でございます。よろしくお願いします続きましてこっち行くか。はい、ビャン、カレッ、え、キャラメルボックス30th ボリューム2カレッジオブザウィンド、はい、こちらがですね、神戸公演が5月9日土曜日から14日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。はい、東京公演です。東京公演は5月30日土曜日から、6月14日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されますと。はい、そして前売り開始が3月14日土曜日午前10時からとなっておりますと。はい、懐かしいですね、カレッジオブザビデオ4演目になるんですかね。そうですね、うん、原田キリがど真ん中に、そうですよ、真っ白な衣装、すごいいい笑顔です。あ、ちょっと青いんだ。そうですね、うん、中が白いいですね。僕カレッジオブザウィンドには出たことないんですけど、前回の作品にですねスタッフとしてつきましたね。ああ、そうだったんですね。うん、そうそう、だから結構間近でずっと見てて、うんうんうん、ね、好きな作品です。うん、これがまたやるとなると嬉しいですね。はい、そうですね、まあ僕今回出ないんですけどねキャスティングされてないんですけどね。はい、でもこちらはまだまだちょっと先の話なんで、そうですね、どうぞご期待ください、よろしくお願いします。ちょっとあんまり今日はあんまり情報が多くないですね。そうですね、劇団に100円情報に行きたいと思います。はい、こちらです、じゃん、筒井俊作出演、こちらがですね、ペナルティキリング、はい、こちらは2月12日もうすぐですね、12日木曜日から18日水曜日まで下北沢ザ・鈴なりで行われますと。はい、こちらかつてキャラメルボックスにも客演していただいた天野さんも、はい、出演されますし、森下くんも出演されるということで、はい、こちらアイスホッケーのお話だそうですよ。はい、うん、公演に日光アイスバックスがついてますね。あ、そうなんですね。うん、多分ね選手の方が教えに来てくれるのかどうかわからないんですけれど、まあ間もなく始まりますので、はい、ぜひぜひ水産の汗を見に行ってくださいよろしくお願いします続きましてこちら、じゃん、絵本演劇ユニットブーフール第4回公演タックンの出会った鬼、こちらがですね、今年の6月にワテラスコモンホールにて上演予定と。日程、はい、詳しくは決まり次第お伝えします。岡田達也原作、はい、まあ、もう言わずもがなですね大丈夫かどうか、上演できるのかどうか気になるところですでもなんかね、いい話だって言ってましたよ。そうなんですね、はい、なんか泣ける話だって。どういう風に泣けるのか分かんないですけどね、楽しみですねどうぞお楽しみにしてください、よろしくお願いします。はい、今日はあれだね、天気の話をしなかったからずいぶん時間が余ってますね。そうですね、なんか乾燥しててもなんか家はさ、今ね赤ちゃんもいるから、うんうん、結構湿度を気にしてるんだけど、はい、加湿器かけたりとかしてるって、大体常に 50% 以上にしといた方がいいってやってるんだけど、空気交換するために窓開けるじゃない、はい、そうすると一気にギューって下がって 30% とか 25% とか
その後が大変ですよね。後が大変、すぐね、いや、あげなきゃいけないからさ、うんうん、まあ、冬場は本当は洗濯物とかを家の中に干したりとかして加湿した方がいいって言うんだけど、うんうんうん、難しいよね。なんか加湿しすぎてさ、カビちゃっても嫌でしょ。そうですね。そう、前になんか押し入れの中のさ、はい、なんて言えばいいんだろう、着物を持ってるんですよ、僕、はい、一回落語をやったことがありまして、その時に通販で1万円くらいの安い着物を買って、それに着物ケースっていうか、こう取っ手がつく、はい、なんかついてて、それ入れといたら、もう外側カビだらけになってて、うわーっつって、中の着物、朝の着物は大丈夫で、しょうがないからそれ思って拭いて、はい、一応なんかお風呂場でビャーッと洗って、掛け越ししてってやったんだけど、ちょっと怖いなぁ。すごいですね。そう、恐ろしい。危険。その稽古場もさ、地下にあるんだけど、地下だからさ、うんうんうん、結構湿気がこもるのね、6月とか。いや、本当に一回なんかね、その稽古場って板間なんですけど、その1個隣の部屋が更衣室になってて、そこは下が絨毯っていうか、はあはあはあ、カーペットなんです、はい、それがある日こうパッと入った瞬間にジメッって言って、えっ、ー、って言ってこれ湿ってないって言って、全部大変な、もうその湿気でジメジメしてて、置いてある木刀とかも全部真っ白、ピューなってて、不快のようになってました。わかる、不快。わかります、わかります、わかります。ナウシカ。ナウシカ、わかりますよ。ショックだった。こんなところで稽古してたんだと思って。それも嫌ですもんね。でも出てきてすぐでしょ。そう。大丈夫、家。湿気とか北海道と違って湿気んじゃない、うん。大丈夫じゃなかったです、それでは。ダメでした。お風呂場が。やっちゃった。なんかこうふってこう覗いたら、うん、なんか黒いと思って外せるって聞いたんですよ、うんうん、エプロンね、エプロン外して、うん、閉じてわかる。あれさ、もうさ、開けたらさ、そのお風呂のさ形にちょっとなってんだよね。そうです、そうです。もう奥無理だよね。無理ですね。で、ちょっとさすがにひどかったんで、うんうん、管理会社さんに連絡をしたら、うん、開けたことがないって言われて、清掃会社さんに やってくれたの。やってくださったんです。まあでも奥まではね、やっぱり行けないのであれですけど。あ、でもやってくれたってのは結構良心的だ ね。普通はね、自分でやんなきゃいけない気がするんだけど、ね、だから俺それで開けた時、俺も開けてさ、愕然として、もう真剣にそっから1週間ぐらいネットで高圧洗浄機をチェックして、どうしようかなって。でもプロ掃除のためだけに高圧洗浄機買うのもなって。ね、庭付き一戸建てに住んだったらさ、なんか壁とかバーってやったりとか、タイルとかやるんだけどさ、お風呂場のためだけかと思って、結局はもう水道ホースでピューッて強くやって落としたけど、年に1回ぐらいやらないとなって。ダメね、1回もうちょっとやらないとダメかもしれない。本当、俺も開けるの怖いわ。怖いですもん。皆さん、まあ今冬は乾燥してますけれども、なんですよね、あんまり加湿しすぎると壁紙とかも剥がれて大変なことになりますよね。お気をつけください。僕も喉を気をつけて、はい、そうですね、やりたいと思いますので、はい、ぜひぜひこちらの、はい、クロノスジョンタの伝説の方よろしくお願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さん、また来週、バッハーイ。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、さてさて、先ほども言いましたが、はい、こちらクロノスのこちら第1回目通し稽古があったんですけれども、はい、いつもこう通し稽古は映像で撮ってくださいまして、はい、それをまあみんなが見るんですけど、あれ、正村さん、あのカメラは広角何ミリぐらいなんですか？ミリとかじゃないけど、バーって撮れますよね、うん、なんかいいなと思って、ビデオカメラ欲しいなと思って。でもこの広角何ミリ、わかんないでしょ、言ってる意味が。わかんないの。この何ミリから始まるかっていうんで、この今撮ってるカメラは 26.3mm、はい、めちゃめちゃ広いですよね、これね。でも今23っていうのが、23ってのもある。めちゃめちゃわかんないでしょ、言ってる意味が。言ってる意味わかんないよね。このミリ数がその小さければ小さいほど寄っても広く撮れるという。ははははなるほどなるほど。これがでかければでかいほど、そのあんまり画角が撮れない。そうそうそう。ね、いいビデオカメラ。僕が見てたビデオカメラ40ミリスタートなんです。40ミリじゃない。こう撮るとね、もう撮れないから。あ、なるほどなるほど。ただパンパンで。へえ。そう。でもこういうビデオカメラ高いんですよ。でもね、やっぱり撮りたいですよね。撮りたい撮りたい。近いの撮りたいよね。
そう、カメラとか持たないの？なんか普通の欲しいんですけど、普通のビデオカメラもデジタルカメラも持ってない。持ってないですね今。ああ、でもなんかデジイチとか欲しいです。デジイチね、欲しいですね。あるよ、無駄に撮っちゃいそうな。今これ全然これ芝居の話関係ないけども、ついこの間あれですよ、もうキヤノンの EOS、はい、X8i っていうのが発表になりましたよ、はい、めちゃめちゃ良さそうでしたよ。いいお値段するんでしょ。なんでこれ通販番組みたいな。それはいいお値段しますよ。発売当初はいくらぐらいかな、ダブルズームキットで12万円ぐらいですかね。うん、そのぐらいスタートかな。まあ、それが大体半値ぐらいまでになったらもう底値ぐらいじゃない。何の話を。でも一眼レフはいいよね、欲しいよね。欲しいですね。僕は持ってないんですよ、その持ち歩かないなと思って、一眼レフ、うんうんうん、だからなんかまあまあいい目のコンパクトデジカメっていう、いわゆるコンデジっていうのを買ったんだけど、はい、それももうね、もう何年前に買ったんだろう、5年ぐらい前に買ったから、うんうん、なんかあっという間に iPhone のカメラがね、なんか iPhone のカメラいいですよ、なんかねついてるレンズとかが良くて、うん、写りが撮れますしね。そう、スマートフォン今めちゃくちゃいいなと思って、動画もハイビジョンで撮れるし、はい、だからなかなかいいカメラをより買わないと。そうですね、中途半端なカメラ買うぐらいだったら、そのスマートフォンだけで済むみたいな、多分そう思いますよ。そう思います。だからなかなか手に手を出せないというか。だからね、うん、でもそれほど欲しくはないでしょ。まだいいかな。撮りたいものもないもんね。そうですね。でもなんかこう散歩といったらおかしいですけど、街出てそういうの撮りに行きたいとかっていう気持ちは、ああ、いいかもね。なんかね、俺あのカメラマンの人に聞いたんだけど、カメラを買ったら常に持ち歩いて1日何でもいいから1枚撮れ、そうすると腕が自然に上がる。やっぱだから買ったらもう終わる人が多い、うんうんうん、撮った気になっちゃうとかそういう人が多いから、うん、かつてここに座ってた人何人かいたけど、みんなデジイチとか持ってたけど全然撮ってないもん。全然じゃんっつって、なんか撮ったの持ってきてましたけど全然しょぼいのしか持ってこなかったから、やっぱあのカメラは使ってなんぼですか。そうですね、わかりました。使い倒して。使ったかつきにはこう、今週はこれを撮りましたと、ね、うん、僕もじゃあいずれ買ったらここに自慢しに。そうですね、ぜひぜひ2人でじゃあカメラをカメラとか言い出すと、うちいろんな人いっぱいいるから ね、 そうなんですよね、カメラに詳しい人というか、カメラをね、マニアな人いっぱいいるから気をつけないと、なんかどんどんハマるよ、このレンズがいいよとか、なんか10万ぐらいで勧めてくる。キャーお気をつけください。あ、そうか、こんな話したかったね。投資稽古やってみて。はい。なんかあっという間でしたね。なんか2時間やってみて、なんか懐かしい感じと新しい感じで、うん、なんかやっぱ畑中さんがメインでやってるんですけど、2時間やってみて、やっぱ今日は初めて見る顔とか見ましたね。あ、そういうの、ね。うん、やっぱ2時間やるとこうなるんだな、杉原はって思って。で、終わった後になんか成井さんが聞いたら、その少年ラジオの初演よりかは、そこまでしんどくなかった。想定の範囲内でって言ってたけど、結構ボロボロだったでしょ。結構最後ね、やっぱり、ね、まあ、水原ってそういう、そうそうそう、キャラクターですけど、そうだから劇場入ったらどうなっちゃうのかなって、今日も汗後ろびっちょり返したし、羽ができてましたね。羽ね、できてたよね。劇場でも果たしてどんな風な水原になるのか、はい、楽しみお楽しみください。というわけで、以上お時間となりました。カメラの話ばっかりしましたけれども、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週。さようなら。